辻元達也議員発言を許します。議長、辻元達也。辻元議員、日本共産党の辻元達也でございます。通告に従い順次質問をいたします。1項目目は明石川の水質汚染についてお聞きいたします。明石川の水質汚染については2020年に環境省が発表した同省調査結果により広く知られるところとなりました。以後本市水道局におかれては適切に浄水処理を行い安全でおいしい水を提供するためご尽力いただいているものと認識しています。しかしながら先般京都大学名誉教授の小泉昭夫氏と県会議員が行った調査により明石川流域に住む住民の血液中からドイツにおいて緊急に暴露対策を取る必要がある値として定められた量を超える有機フッ素化合物が検出されたことが報道等により広く公表されました。これにより市民の不安が大きく広がっています。明石川をめぐっては2013年にも神戸市西区所在の産業廃棄物処分場から浸出水が放流されていることが問題となりました。当時本市は神戸市に対し水道水に悪影響があるとして放流をやめるよう申し入れを行ったと記憶しています。以後明石川のテーマについては本市と神戸市とで繰り返し協議あるいは情報共有が行われているものと考えますが問題が一層具体的かつ深刻となっている今これまで以上に踏み込んだ対応が求められているものと思います。よって以下5点について市の認識を問います。1点目は有害物質の発生源の特定と対応についてであります。調査を行い有害物質の発生源の特定公表し排出を止めるなど対策を講じるべきと考えます。見解を問います。2点目は水道水以外の影響についてであります。明石川に関連する本線、支線、破線およびこれにつながる故障、地下水などいわゆる明石川水系へのさまざまな影響について市民から不安の声をいただいていますが市の見解はいかがでしょうか。3点目は市民からの相談対応についてであります。報道以降健康不安を感じている市民から相談窓口の開設を求める声が寄せられています。検討をするべきと考えます。認識を問います。4点目は検査を希望する市民への対応についてであります。過日の報道によると世界保健機関傘下の国際がん研究機関 IARC は有機フッ素化合物の代表的物質で有害とされる PFOS、PFOA の発がん性に対する評価をそれぞれ引き上げました。PFOA はアスベストやタバコの煙と同じレベルに、PFOS は発がんの可能性があるレベルとなっています。すでに本市においては、血液検査により、ドイツの基準値を超える有機フッ素化合物が検出された市民が存在します。しかも、13歳の子どもから検出されたことは特徴的と指摘されており、年齢を問わず、広く実態把握を進める必要があると考えます。京都大学の小泉名誉教授は、最低300人の検査が必要と指摘しています。不安を訴える市民が多い中、検査を希望する者に対し、費用を助成するなど必要な対策を講じるべきと考えますが、いかがでしょうか。見解を問います。5点目は今後の取り組みについてであります。各種基準の見直しや明確化、法整備や予算措置等、政府に対応を求めるべきと考えます。見解を問います。次に2項目目、消防中崎文書の移転についてお聞きいたします。1点目は、移転に向けた取り組みについて、進捗状況を問うものです。消防中崎文書は、
市役所新庁舎整備と合わせて中崎遊園地への建て替えに向けた取り組みが進められていると認識しています。9月議会においてはボーリング調査の件や市民からさまざまな意見が寄せられていること、説明会の開催のことなどが話題となりました。その後はどのようになっているでしょうか、お聞きいたします。2点目は移転先の変更について見解を問うものです。市民説明会ではさまざまな意見が出され会は紛糾したとお聞きしています。特に緊急車両の出動時のルート確保や大型車両の展開スペース、景観の課題等が指摘され、建て替え場所については現在市が進めている場所ではなく市役所西庁舎跡地にすべきとの提案があったと聞き及んでいます。私は今後のことも考えるなら西庁舎跡地は不適当と考えますが、かといって現計画地がベストとも思いません。市は移転先の変更についてどのようにお考えでしょうか、見解を問います。次に参考目目、市民相談への対応についてお聞きいたします。本市はこれまで犯罪被害者支援や離婚後の養育支援など市民に寄り添い市民をサポートする仕組みづくりが進められてきました。国を待つことなく、あるいは他に先んじて積極的な取り組みが進められてきたことにより、被害に苦しむ人、困っている人たちを激励し、他の自治体や国も動かし、社会全体に良い影響を与えてきました。今後もこの姿勢を継続し、さらに積極的な施策展開を期待するところであります。さて、このような中、先日、市民の方から、これらの施策を必要とする人たちが、必要なときに活用できる仕組みになっているか、あるいは、これらを容易に知り、触れることができているのか、とのご指摘をいただきました。市のホームページを拝見しました。例えば、犯罪被害者等支援は、条例制定のきっかけや、これまでの取り組みは詳しく紹介されていますが、今すぐの支援を求めている人にとっては、分かりにくいものとの印象を受けます。そこで、以下2点についてお聞きいたします。1点目は、相談支援の取り組みについてであります。支援を必要とする市民が、各種施策について理解し、利用することができるような取り組み、工夫が必要と考えますが、いかがでしょうか。2点目は、専用電話等の開設についてであります。利用したい施策につながる専用ダイヤルやメール相談など、多様な連絡ツールの活用充実を検討するべきと考えますが、いかがでしょうか。見解を問います。次に4項目目、公職選挙法第178条についてお聞きします。公職選挙法第178条は、選挙後の挨拶行為を制限するものと認識しています。過日、市民の方から具体的な情報提供があり、ご質問もいただきましたので、この際、選挙管理委員会の見解をお聞きいたします。本年4月の統一地方選挙後に、市議会議員選挙結果についてと題する文書が、市内の某自治会に配布されました。当該文書の差出人は、当該選挙で当選した現職市議であります。当該文書には、当該選挙の結果とともに、大変お世話になりましたと謝意が示され、さらに、今後は〇〇、ここは地域の名前が記されておりますけれども、この場では伏せます。今後は〇〇のために精一杯頑張りますので、引き続きよろしくお願いいたします。と記されています。受け取った市民は、当該議員を応援したつもりはなく、礼を言われる筋はないと話しています。したがって当該文書は、不特定の市民に頒布されたものと判断できるものであり、法第178条が禁止する
選挙人に挨拶する目的をもって行う文書とがの頒布にあたると資料するところでありますが、いかがでしょうか。選挙管理委員会の見解をお聞きいたします。次に5項目目、林崎堀割についてお聞きいたします。林崎堀割は水不足解消のため、江戸時代の人たちが知恵と努力を結集し、命がけで作り上げた地域の宝であります。本市では永年にわたり、その遺構が語り継がれ、小学4年生では地域の文化と歴史を知る貴重な教材としても活用されてきました。紛れもなく重要な歴史的文化的遺産であります。その林崎堀割が今ピンチを迎えています。明石市水道局による明石川河川水の取水廃止による使用量廃止と農業者減少による支え手不足の問題です。私は今後もこの歴史的遺産を後世に引き継いでいくため、市が積極的にその維持管理に関与するべきと考えます。以上の立場から以下2点お聞きいたします。1点目は歴史的文化的価値について認識を問うものです。2点目は今後の取り組みについて、市が堀割の維持管理に対し責任を負うべきと考えますが、いかがでしょうか。認識を問います。6項目目は首赤ツヤ髪切り対策についてお聞きいたします。特定外来生物首赤ツヤ髪切りの被害が全国各地で確認されています。本市においても石ヶ谷公園で確認され、所管下において駆除等の対応が行われていると承知しています。先日は大久保北部の鎌谷池でも首赤ツヤ髪切りが道地の桜に寄生していることが確認され、地元水利組合がその対応を行ったとお聞きしています。首赤ツヤ髪切りは桜、桃、梅などのバラ科樹木に寄生し、幼虫が木の内部を食べて枯らすことが知られています。防除方法はいまだ確立されたものはなく、最悪の場合被害木は伐採するしかないとお聞きしています。景観、環境の維持、費用の面でも課題が多く、市として包括的に対応することや市民への周知を図るなど、被害の封じ込めを積極的に行うべきと考えます。そこで現状について市の認識と今後の取り組みを問います。特に民間施設や個人宅へ拡散することが懸念されます。今後の対応を問います。議長、環境部長。合田環境部長。環境部長でございます。私からはご質問第1項目目と第6項目目について合わせてお答えいたします。まずご質問第1項目目、明石川の水質汚染について順次お答えいたします。1点目の有害物質の発生源の特定と対応についてでございますが、明石川は神戸市、明石の両市にまたがる河川となっております。明石川の水質保全につきましては、従前から神戸市と定期的に会議を開催し、情報交換を行ってまいりました。議員ご指摘の有機フッ素化合物、いわゆる PFAS につきましても、会議での議題として取り扱い、情報提供を受けるとともに、神戸市へ発生源の特定に努めていただくようお願いをしているところでございます。今後とも水質監視や発生源の特定などについて、連携の強化を図ってまいりたいと考えております。次に2点目の水道水以外の影響についてでございますが、明石川浄水場管轄の水道用井戸は7本稼働しており、
地下約180メートルの位置から水中ポンプを使用して地下水を揚水しております。この地下水に含まれる PFAS の一種である PFOS、PFOA は1リットルあたり平均10ナノグラム程度であり、若干検出はされておりますが、水源として問題のない水質でございます。 PFOS、PFOA の人への影響に、人の健康への影響につきましては科学的知見などが充実しておらず、現在も国際的にさまざまな知見に基づく検討が進められている状況でございます。こうした状況を受けて、本年1月に学識経験者で構成する PFAS に対する総合戦略検討専門家会議が国に設置され、これまで4回にわたり検討が行われております。会議での議論を踏まえ、本年7月に国内外の健康影響に関する科学的知見及び 対策技術等の継続的な収集と、国内において関連する研究の推進が PFAS に関する今後の対応の方向性として示されたところでございます。今後も国の動向を注視し、情報の収集に努めてまいります。次に3点目の市民からの相談対応についてでございますが、本年7月に PFAS に対する総合戦略検討専門家会議監修のもと、国により作成公表された PFOS、PFOA に関する Q&A 集によると、どの程度の量の PFOS、PFOA が体に入ると健康に影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見はないとされております。また、国内において PFOS、PFOA の摂取が主たる要因とみられる個人の健康被害が発生したという事例は確認されていないとのことからも、現時点では専用の健康相談窓口の設置は予定しておりません。健康不安を感じる方がご相談されたい場合は、明石保健所における一般の健康相談において、相談者の状況を聞きし、状況や症状に応じた助言や情報提供のほか、医療機関のご案内等を行っているところでございます。引き続き、国の専門家会議の動向など、情報収集に努めてまいります。次に4点目の検査を希望する市民への対応についてでございますが、PFOS、PFOA に関する Q&A 集において、どの程度の血中濃度で、どのような健康影響が個人に生じるのかについては明らかになっておらず、血中濃度に関する基準を定めることも、血液検査の結果のみをもって健康影響を把握することも困難なのが現状であるとの見解が記載されています。このことから、本市では血液検査に関して現在のところ実施する予定はありませんが、国の専門家会議の意見を踏まえた今後の国の動向を注視してまいります。次に5点目の今後の取り組みについてでございますが、現在、神戸市においては明石川の水質調査の拡充や、明石川流域の事業者に対し、事業所内の漏洩状況の確認等の協力依頼文書を発出するなどの対応をされているところですが、現時点では事業者が排出水に対する基準がなく、またどの程度の量が体に入ると影響が出るのか、確定的な知見がないことから、国に対して全国一律の水質等の基準値の設定や、PFAS の人に対する毒性評価などについて要望を行っているとお聞きしております。本市におきましても、明石市民の健康を守るため、これらの事項につきまして、国に対し早期の対応を要望していく予定でございますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。続きまして、ご質問第6項目目、首や滑や髪切り対策について順次お答えいたします。まず1点目の現状についてでございますが、首や滑や髪切りは、桜や梅等に卵を産みつけ、幼虫の時期に木の内部を食べ、枯らしてしまう特定外来生物に指定された昆虫で、
昨年の6月27日に石ヶ谷公園において兵庫県内で初めて確認されました。この昆虫による被害の実態把握を行うため、兵庫県樹木医人と自然の博物館の専門家、石ヶ谷公園の指定管理者と連携し、当公園における調査を行い、成虫をオス7匹、メス2匹の計9匹を捕獲するとともに、幼虫による被害を受けた桜27本を確認しました。そのうち比較的被害が少ない21本については、専門家の指導のもと薬剤注入をした上で、幹に飛散防止のネットを巻く対策を行いました。また被害が大きい6本については、倒木や被害拡大の恐れがあることから、伐採処理を行いました。合わせて石ヶ谷公園周辺の自治会へ、首やカツやカミキリを見つけたら、市の方にご連絡をいただく内容のチラシを配布し、周知を行いました。今年度は、市内の全公共施設、並びに石ヶ谷公園から、周辺2キロメートル圏内に調査範囲を広げ、石ヶ谷公園内の桜3本、梅5本、石ヶ谷墓苑の桜5本、周辺のため池で桜1本の被害を確認しております。今回確認された被害木については、これまでと同様の対応を行っているところです。次に2点目の今後の対応についてでございますが、特定外来生物の対策は早期発見、早期防除が最も重要となります。早期発見を行うためには、市民への周知が必要と考えており、クビアカツやカミキリが行動を始める春先までに、再度被害木が確認された周辺の自治会や施設へチラシを配布し、クビアカツやカミキリの情報がいち早く市に入るよう周知を行ってまいります。また、兵庫県や周辺自治体、専門家としっかり連携しながら被害拡大の防止に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。議長、消防局長。吉田消防局長。消防局長でございます。私からはご質問の2項目目、消防中崎文書の移転についての1点目および2点目について順次お答えいたします。まず1点目の移転に向けた取り組みについてでございますが、現在の中崎文書は昭和47年に建築され、50年以上が経過し、老朽化や耐震性の問題もあることから、市役所新庁舎と市役所新庁舎整備に合わせ、移転に向けた取り組みを行っております。移転につきましては、令和2年3月に市役所新庁舎建設基本計画が策定され、この計画の中で、中崎文書についても、市役所新庁舎と合わせて整備を行う方向で検討を進めること、その整備場所として、現市役所庁舎敷地に近接した私有地であり、パブリックコメントで市民から提案のあった場所でのある長崎遊園地の一部を候補とすることが示され、消防局において具体的な検討を行ってまいりました。長崎文書は明石駅周辺の中心市街地を管轄する文書であること、出動動線として国道28号へのアクセスが容易であることなどから、同基本計画で示された候補地が移転予定地として最適であると判断し、新中崎文書等整備に向けた取り組みに着手、令和3年1月に新中崎文書と建設基本計画を策定、本年3月に総務常任委員会で同計画について報告を行ったところでございます。その後、7月に新中崎文書建設
設計事務委託契約を締結し、今年度に基本設計を終え、令和6年度に実施設計を行う予定で事務を進めております。これまでの具体的な取り組みといたしましては、令和3年度に近隣住民の方への説明会および予定地の隣接との境界確定事業を行ったところでございます。今年度に入りまして9月に予定地の土質調査を行い、現在は建物配置や平面プランの検討を進めており、建物の概要が定まり次第ご報告させていただきます。次に2点目の移転先の変更についてでございますが、先の9月議会でも政策局長からご答弁させていただきましたとおり、中崎文書の移転につきましては市役所新庁舎整備のスケジュールと調整を図りながら実施してきたところでございますが、市役所新庁舎につきましては建設後に現在の本庁舎、西庁舎、中崎文書棟などを順次除却する計画であり、西庁舎跡地に移転する場合は西庁舎除却後に新中崎文書の建設を開始することとなるため、スケジュールに大幅な遅れが生じます。また迅速な出動を行うためには、すべての出動車両を前面道路に向けて横一列に配置する必要があるため、西庁舎の跡地だけでは敷地幅が不足することから、現在の中崎文書棟も合わせて除却し、その跡地へ建設することとなり、仮設庁舎が必要となるため、別途仮設庁舎建設場所の選定並びにそのための予算の確保が必要となります。さらに明石港東外港地区との一体的な土地利用を見据える中、現在の 中崎文書や西庁舎跡地に新中崎文書を建設いたしますと、将来の土地利用に大きな影響を及ぼすものと考えており、移転先の変更は考えておりません。なお新中崎文書におきましては、仮に渋滞などにより車庫前の国道28号が一般車両で塞がっている場合には、車列にご協力をいただき、前後や左右に詰めていただく、あるいは一般車両数台の敷地内に誘導して隙間を空けるなどし、緊急車両の動線を確保して出動するほか、車庫前の道路に駐停車禁止の路面標示を設けることも検討しており、出動に支障は生じないと考えています。また、現在行っている基本計画において、起床した際の必要な展開スペースを確保しております。ただし、はしご車などの大型車両が起床した際、敷地内のみでの切り返しだけではスムーズに交代での車庫入れができない可能性もあり、その場合は現在の消防局庁舎でも行っているように、一旦敷地内に車両を停車させた後、道路を走行する車両が停車した合間などを利用し、他の車両誘導でも実施している誘導員を配置して、安全な車両展開を実施します。現中崎文書は老朽化、耐震性が不足しており、現場環境の改善および来たる南海トラフ巨大地震に対する備えという観点から、移転は近々の課題として捉えており、速やかな事業推進を図りたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。議長、政策局長。高橋政策局長。政策局長でございます。ご質問3項目目、市民相談への対応について順次お答えいたします。まず1点目の相談支援の取り組みについてでございますが、本市では市の総合相談窓口である市民相談室において、市民からのさまざまなご相談をお受けし、支援を必要とする市民の皆様を各種施策の担当部署におつなぎしております。
議員ご指摘の市ホームページにおける犯罪被害者等支援のページにつきましては、本市の犯罪被害者等支援の目的や、これまでの取り組み、条例の内容なども併せて掲載しているところですが、ご相談をされたいと思われ、ホームページをご覧になられた方が、迷うことなく、その相談先である市民相談室の連絡先をご覧いただけるよう、現在、掲載内容を修正しているところであり、これに合わせて、チラシの表記についても工夫するなど、改善に努めてまいります。次に2点目の専用電話等の開設についてでございますが、ご質問の専用電話や専用メール等の設置につきましては、現在のお問い合わせフォーム等の既存制度との整理が必要でございますので、どのような仕組みが市民の皆様にとって便利であるか、電話、メール、LINE など、相談媒体のバリエーションについて、調査研究をしてまいりたいと考えております。今後も市民の皆様が利用しやすい相談体制の構築に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。選挙管理委員会委員長。宮脇選挙管理委員会委員長。選挙管理委員会委員長でございます。ご質問の4項目目、公職選挙法第178条につきまして、お答え申し上げます。公職選挙法第178条では、選挙の期日後に、何人でありましても、当選、または落選に関し、選挙人に対し挨拶をする行為を制限しております。選挙の期日後でありましても、挨拶行為の内容によりましては、多額の費用を要したり、事後買収等の弊害を生じる恐れがあることなどから、公職選挙法は、一定の挨拶行為を禁止しております。法で禁止されております挨拶行為は、選挙人に対して個別訪問をすること、新聞紙または雑誌を利用すること、当選祝賀会を開催すること、文書の頒布、配布でございますが、頒布や掲示をすることなどでございます。ただし、文書の頒布や掲示をすることにつきましては、自筆の親書および当選または落選に関する祝辞や見舞い等の当例のためにする親書、並びにインターネット等を利用する方法により、頒布される文書とが、図面や画像でございますが、文書とがは許されております。議員ご質問の事案につきましては、本年9月、選挙管理委員会にある自治会におきまして、広く会員宛てに市議会議員選挙の当選に関する挨拶文書が頒布された。これは公職選挙法に抵触するのではないかとの通報を受けた事案でございます。なお、その際、通報された方からは、当該挨拶文書を写した画像であるとして、画像データの提供もいただいております。ただし、この画像が実際に頒布された文書なのかということをはじめまして、頒布方法や対象等の詳細につきましては、通報からは確証をもって明らかにされたものではございませんでした。しかしながら、選挙管理委員会としましては、公正な選挙を執行する立場から、通報をいただいたこと自体を受け止めまして、通報内容につきまして、法的な検討を行ったものでありました。ただし、ご案内のとおり、このような個別事案に対する法的検討につきましては、事実関係を確証をもって具体的、客観的に把握し、
総合的に判断しなければなりませんが、これら事実関係の捜査や法上の是非を判断する権限は、司法機関が有しているところでございます。したがいまして、選挙管理委員会におきましては、あくまでも仮にこの事案が通報者が話された内容であったのであればという前提での検討となりました。検討内容につきましては、まず文書画像の文言を見ますと、特定の個人宛ではなく、自治会会員宛となっており、また自筆したものではないため、公職選挙法上許される自筆の信書や党令のための信書には該当しないと推定したところでございます。さらに文書の見出しは、選挙結果のお知らせとなっておりますが、その内容は当選者本人に関する選挙の結果のみでございまして、加えて大変お世話になりましたなどの文言があることなどから、選挙人に対する挨拶が目的の文書であると推定したものでございます。これらの推定を踏まえまして、選挙管理委員会としましては、あくまでも仮にこうした文書が不特定多数に頒布された場合は、公職選挙法上に抵触する可能性は否定できないとしたところでございます。この検討結果を踏まえまして、本年10月、選挙管理委員会より通報者に対して、あくまでも仮定した場合とお断りした上で、この見解をお伝えいたしております。また、通報において、当該文書を頒布したとされる当選人に対しても、通報があった事実とともに、この見解をご説明しておるところでございます。選挙管理委員会としましては、この度の通報がありましたこと自体を受け止めまして、公正な選挙の執行はもとより、有権者の皆様の疑惑や疑念を招くことがないよう、あらゆる機会を捉え、公職選挙法等関係法令の周知、啓発に努めるなど、今後も法令等遵守への取り組みを一層進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。産業振興部長。前田産業振興部長。産業振興部長でございます。私からは5項目目の林崎堀場についてお答えいたします。1点目の歴史的文化的価値についてでございますが、林崎堀割は林崎地方の水不足に悩まされていた六ヶ村の庄屋たちが、当時の明石藩主松平忠邦の許可を得て、明石川上流から野の池までの約 5.4 キロの間に水路を築き、1658年に完成をいたしました。本市では江戸時代にこの堀割を作ったことを長く子孫に伝えるとともに、堀割の水位で争いが生じないことを願って建てられました林崎堀割挙起碑を昭和49年に市の文化財に指定しております。現在林崎堀割は小学校4年生が使用する社会科副読本にも取り上げられているほか、碑の前で堀割祭が行われ、地元の水利関係者や小学生が参加し、先人の知恵と努力が今もなお語り継がれており、本市の貴重な歴史的遺産であると認識をしております。2点目の今後の取り組みについてでございますが、現在林崎堀割は地元の農業者で組織する明石堀割土地改良区により適正に維持管理を行っていただいております。また水道事業として利用してきたことから、水道局から土地改良区に使用料が支払われております。
林崎堀屋からの自衛基地は市街化区域に位置する農地も多く含まれており、古くから都市近郊の優良な農業が継続されてきましたが、近年では宅地化に伴い農地が減少し、利用する農業者が減少しております。このような中、地元の農業者の皆様より水道利用廃止により使用料が廃止されれば、受益者である農業者だけで将来にわたって適正に維持管理することは大変厳しい状況であるとお聞きをしております。まずは水道局と連携して地域の農業者の皆様のご意見を十分お聞きし、現状を把握した上で当面必要な農業用水を確保することが重要であると考えております。合わせて長期的に見た市街地における農業支援、林崎堀合用水の農業用施設としての必要性、適正な維持・保全について調査研究を進めてまいりたいと考えております。これまでの歴史や経緯を鑑み、農業者や地域住民、財産を管理する神戸市と連携しながら、野池貯水池配置後の農業用水の確保、および必要な農業支援策、歴史的な遺産としての保全の可能性について検討を進めてまいりますので、ご理解いたまりますをお願いいたします。議長。辻元議員。はい、それでは、再質問に入ります。まず1項目目の明石川の水質汚染の件です。総じてですね、まだわからないことが多いというところでありまして、これからも議論していくべきテーマかなというふうに思っております。で、京大の先生と県会議員の調査結果が公表されたことにより、そこに注目が集まっているというところでありますが、それ以前から2020年にも全国の調査結果が公表されて、で当時も、明石の水道水は大丈夫かということでなりました。で、大丈夫やというところできっちりやっていただいて、これはもう市民の皆さんにも誤解なきようにお願いしたいというところで、改めてまた市の方でもですね、安全宣言をぜひしていただきたい、この前もしていただきましたけどもね、まだその明石川の水質と水道がこうどうなんやというところを混同されている方も結構いらっしゃいますから、その辺の情報発信というか見解をこう明確にしていくということは大事かなというふうに思います。で、明石ではこうやって注目されてますけれども、国の方でも先ほど その専門家会議の議論がずっとありまして、今年の7月の日経新聞にも若干掲載されたんですけれども、これまでも実は環境省は地域を限定して血液検査をやっていたらしいというところで、詳細が不明なんですけれども、これを今後全国規模に広げていくというお考えをお持ちのようであります。これが新聞報道されたところでありましてね。で、ただどんな調査をどこでどれぐらいの規模でやるのか、兵庫県というのも書いてありましたから、兵庫県のどこかではやるんやろうと思うんですけれども、これが明石が対象なのかどうなのかというところもね、これよくわからへん話なので、先ほどの答弁の中ででもですね、これから国の方にも要望を行っていくというようなお話もございましたんで、市長もですね、ぜひ国の方に、要望に行かれた際には、そういったところの情報提供をですね、ぜひ求めていただきたいということと、知り得た情報はぜひ市民の皆さんにもお知らせいただきたい。で、その際にはぜひ分かりやすく誤解しないような内容で、提供していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。丸谷市長。はい、地元議員からこの明石川の本当にこの課題についてご質問いただいておりますので、再度私の方から再質問にお答えさせていただきます。
に飲み水には問題がないということは、さっきのご質問でもお答えさせていただいております。明石川浄水所では活性炭を用いて国の水質の暫定目標をすべて下回っておりまして、飲み水として問題ない水道水で安全と言えますので、そこは本当に市民の皆さんにしっかりお伝えをさせていただきたいと思います。また神戸市とは担当部局同士でしっかり情報共有もさせていただいておりまして、神戸市さんの方も国に対して要望もされてますので、明石市としても国に対して早期の対応をしっかり要望していきたいと思いますし、また議員ご指摘の情報提供もしっかり求めながら、そのもらった情報をしっかり市民の皆さんに分かりやすくお示しさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。辻元議員。はい、私もしっかり情報発信をですね、議会の議論の中身なんかも市民の皆さんにしっかりと説明をしていって、またご意見いただいて、それを踏まえて今後も議論を深めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、次にですね、中崎文書の移転の問題であります。で、これにつきましては国道28号のですね、渋滞の問題、渋滞することによって緊急車両の出動に支障があるんじゃないだろうかと、そういうことが起こるんじゃないだろうかというご心配の声がですね寄せられているというところでございます。で、現に国道28号はですね、普段はよく空いておりますけれども、かねてより定期的に渋滞が発生をする、そういう道路であることはこれも間違いないと思います。で、例えば、かなり前の話ですけれども、フェリーがあった当時は盆暮れ正月連休の時もう大渋滞が発生しましたね。で、ひどい時は現在の朝霧歩道橋を越えて国道2号線に至るまで、渋滞の車列が続いていたというようなこともありました。で、また市民祭りでありましたり大きなイベントがある時には、車も人も集まってきますから、そういう点では、渋滞も発生をした経緯が過去にはあったと思います。で、近年では初日の出を見に来られる方が結構多くてですね、新年早々一時的に大渋滞が発生するというようなことが、ありましたから、渋滞という点では過去にもいっぱいあったんですけれどもね。ただ現在の中崎文書から緊急車両が出動する際に、過去遡って中崎文書が消防本部やった時代まで遡ってですね、この渋滞の影響を受けて緊急車両が出動できなかったという事例はありますか。議長、消防局長。吉田消防局長。消防局長でございます。再度の質問にお答えさせていただきます。議員がご指摘の通り、明石大橋が開通するまではいわゆるタコヘリのみの淡路島に渡る交通手段でして、その当時につきましては、ご指摘の通り、盆休みあるいはゴールデンウィークや年末にかけて大渋滞といいますか、既存の駐車場に収まりきれない、例えば普通乗用車であったり、その当時は、大型の貨物も、利用されてましたので、そういった車両が、いわゆる国道28号線の路肩、これに数珠つなぎで、議員が言われているように、私の記憶では朝霧駅を越えてまだ舞子の方までつながっていた大渋滞があったと思います。そういった中でも、現の長崎庁舎からの出動に対しましては特段影響はなかったということで記憶にしております。以上でございます。辻元議員。で、そういうことやと思います。で、あと28号の関係で言いますとね、もう一つ指摘されているのが新庁舎、まだこれから設計が上がってくると思うんですが、前面の空地ですね、車両の展開場所になりうるところかなというふうに思うんですけれども、ここが狭いというようなご指摘もあります。で、総務省の基準を満たしてないのではないかというようなですねご指摘も実は私いただいておりまして、
ただ総務省にそういう基準があるのかどうなのかというところ、私は承知してないんですけれども、消防局としてはそういった基準について何かご存じでしょうか。議長、消防局長。吉田消防局長。はい、総務省消防庁が、一つの指針という形のものは出しているんですが、その中には人口規模に対しまして諸所の数という形を示されております。ただその諸所の数につきましての敷地面積であったりとか建物の延べ面積、あるいはそういった敷地の建てれる規模というのは一切記載されておりませんので、そういった意味におきましてはそのこれがこの規模でないと不適切ということではないかと思います。それと近々で建て替えをしました違う消防本部、その辺も確認をしましたところ、やはりそういった敷地なりそういった道路に対しての何ですかね、動線であったりいうのは特に決めがないということで、やはりその地域実情に合わせた作り、これが考え方の一つになっているのではないかなというところで、ちなみにそこの消防本部に確認しますと、前面道路に対しまして車両の展開スペースは約8メートルという形でお聞きしておりますので、そういったすでに建設されております違う消防本部の意見も参考にしながら計画を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくご理解いただきます。お願いします。辻元議員。でもう一つ、最後、開発行為になります、この消防庁舎建設は。で、開発に際して、前面道路の道路管理者との協議が必要になってくるかなというふうに思うんですけれども、そういったところ現在何か事前の協議などは行われてますでしょうか。また許可要件を満たさないというようなことがありえるのかどうか、そのあたりもお聞きします。消防局長。吉田消防局長。はい、設置に関しましての協議ということになるんですけれども、今まさに基本設計の最中でして、例えば前面道路の道路駐停車禁止の表示なんかにつきましても、具体的に建物がどういった形で建つかいうのがわからないと、なかなかそういった協議に入れないということもありますので、具体的な協議についてはもうちょっと先になるかと思います。それと、先ほども申しました、前例、建て替えた前例のある消防本部に確認しますと、そこも国道2号に面しており、なおかつ中央分離帯があるような敷地のところに建て替えをしたということで、当然中央分離帯があると動線的には左右に出れませんので、そういった中で道路管理者のところと協議をして、最終的にはそういった中央分離帯を外して左右に出れるような協議をしておりますので、そういったことを含めますと、やはり今後そういった諸条件を満たすように、漏れがないように事務を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。辻元議員。はい、開発行為ですから、いろいろと協議が必要になってくると思いますので、漏れなく手続きを進められますようによろしくお願いをしたいというふうに思います。建築の部局ともですね、しっかりと連携を取っていただく必要があるかなというふうに思います。で、最後、もう時間がありませんので、おそらく最後の質問になるかなというふうに思います。林崎堀割ですね。林崎堀割、明石の先人たちが築き上げた歴史的文化的遺産、私は明石の宝やと思っております。で、小学校の4年生の教材にということで、私も小学校4年生の時に、庄屋さんの役をやりまして、学習発表会でどうしたものかというセリフがあったのを記憶しておりまして、まさに今これどうしたものかという状況でありましてね。で、何がと言いますと、ほとんど神戸市なんですね、これはね、林崎堀割っていうのは。で、火がありますところ、先ほど部長の答弁でありました火があるところ、また堀割さえ行っているところは、ギリギリ明石かなというところなんですが、ほとんど、取水口から日の少し北側もすぐ神戸市ということでありますから、明石市だけではどうにもならん話というところで、これから当然、明石市も適切な維持管理に積極的に関わっていただきたいというふうに思うんですが、同時に、
まあ、神戸市とのですね、連携もしっかりこの掘割の値打ちをさらに輝かせるという点でも必要になってくると思いますので、まあ、その点市長にお願いしたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。市長丸谷。丸谷市長。辻元議員からの林崎掘割についての再度のご質問にお答えさせていただきます。林崎掘割水路につきましては、先ほどご紹介もありました受益地は明石市にありますけれども、神戸市西区に位置しておりまして、これまで水道事業として長年にわたり使用させていただいた経緯があります。私も何度も歩いておりますけれども、本当に江戸時代にこの先人の知恵と努力を結集してできた歴史的価値のある貴重な水路だと私も認識しておりますので、維持管理保全につきましては明石市として果たすべき役割について、水利権者であります農業者の皆さんや財産を管理する神戸市ともしっかり連携をしながら検討をしてまいりたいと思いますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。それではこの際暫時休憩をいたします。再開は午後3時10分といたします。